原さん、ずっと気になってたんですけど、スマホを2つ持ってるじゃないですか。そのお話しっかり聞いていいですか。まず自分スマートフォン1台しか持ってないんですよ。うん、なんでその業界でいやもうそうっす、なんでホームレスのナムさんがスマホ2台持ってるんですか。大谷君が好きだもんで、メジャーリーグのやつこれで見るの、YouTube でさ。こっち側は人に連絡とかさ。赤い方が動画見る用で、うん、こっち側は人と連絡したりするんだ。なるほど、うん、それなら赤い方のスマートフォンで済みません。そっちをもう連絡用でできるじゃないですか。いやいや、こっち側もうゲームとか YouTube とかさ、エロ画像専門で入れてるから。赤い方でも連絡は取れるけど、うん、使い分けてるってことですね。そう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 。いつ頃購入したスマートフォンなんですか。4年くらい前から。同時にですか。同時は別々。3年後かに買い替えたみたいな、うん、iPad も持ってたからさ。あ、え、iPad も持ってたんですか、うん、iPad はどうしたんですか。それあげた。なんであげたんですか。いやいや、使わないからもうやるわ。え、でも iPad の方が画面大きいから。まあ今考えてみる。そういうのがエロ画像見やすくないですか。その時32インチのテレビやったから、そこでちょっとセットしてそこで見てたから。これなんですか。これ充電器、モバイルの。もう一つ今高速の1万6000のやつを持ってんだけど。え、何やんすか。1万6000。1万6000円のモバイルバッテリー買った。そうそうそう。あれはもう高速だから、あっという間に充電できる。おかしいやちなみにどういったアプリとか入れてるんですか。これ今待ち受け画像。誰ですかこれ。いや、中国人のビデオ。あ、知らない人っすね。知らないよ。これがエロ画像の X ビデオ。X ビデオって。若いっすね。で、これはスマートニュースでしょ。最近のニュースで気になったのは何ですか、うん、やっぱウクライナのやつから。あー、ちゃんと見てますね、うん、この総測定っていうのは寝てるときに排水路がうるさいんだ。カツ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 、うん、あれをさ、どのくらいあるかと思って測るとか。怖っ。こっちが LINE 用か。どういった方と LINE してるんですか。俺は友達少ないからさ、相手が持ってないじゃん。ちょっと LINE のあれ見せてもらっていいですか。いや、見せることできないよ。相手のプライバシーあるからさ。相手がうんと言えば見せることできるけど、それは当たり前の話ですよ。確かに、ごめんなさい、うん、スクリーンタイムって言うんですよ。ああ、これナムさんが1日どれぐらい iPhone をいじってるか分かるんですよ。で、1日平均5時間。この日とか8時間も使ってます。ああ、何してたんですか。8時間。1日日曜日ゲーム6時間って書いてますよ何してんすか。ちょっと待ってください。あのゲームトーナメントやってた。おー、ちょっと待ってください。スロットのゲーム5時間もやってますよ。うんいや、トーナメントやってて順位を上げたかったから。朝の8時ぐらいからずっとやってますよ。そうそうそう。ナムさんのおすすめの Wi-Fi スポット連れてってもらっていいですか。あ、いいよ。ちなみに Wi-Fi スポットは近いんですか。いや、これから信号を渡って。はい。あ、ほんとだ、 Wi-Fi 繋がってる。うん、うん、え、これ何の Wi-Fi 繋がってるんですか。これ、この辺にあるんだ。あ、もう、ああフリーもフリーの Wi-Fi が飛んでるんだ。これはね、あ、ダブルワイツー。何ですか、ダブルワイツー。いやいや、これを言われても困るんだけど。あ、知らないですか。あのさ、特別 Wi-Fi スポットというよりは、うん、この外出たらもう館内は Wi-Fi 繋がるんですね。そうそうそう。ここら辺は Wi-Fi がずっと飛んでるんですね。もう自分の匂いみたいなもんだから。じゃあ、特別困ってないですね。困ってない。外に出ればね。